ハイメシンはフィリピン出身のカトリック教会の数奇教。1974年から2003年までマニラ大司教を務め、カトリック信者の多いフィリピンにおいて国民の精神的指導者として大きな影響力を持っていた。特に1986年、事実上の独裁者であったフェルディナンド・マルコス大統領を退陣に追い込んだ一連の民主運動において、 中心的な役割を果たした。ハイメシンは1928年にフィリピンのアクラン州ニューワシントンで中国系の父ファンシンと母マキシマラチカの間に14人目の子供として生まれた。中国系であるため、氏名は漢字で深海梅あるいは深海面とも表記される。家を離れて神学校に学び、1954年4月3日に ハロ・ヒロツカサ教区の教区司祭として除解を受けた。1967年2月、ハロ・ヒロツカサ教区の補佐司教に任ぜられ、3月18日に司教に除解された。1972年3月には共同司教になり、同年10月にハロ大司教となった。2年後の1974年1月21日、シンはマニラ大司教に任命された。 新大司教の着座式は同年3月19日にマニラ大聖堂で行われた。そして1976年5月24日、教皇パウロ6世は新大司教を数奇教に任命した。1983年まで新数奇教は数奇教団の中での最年少であり続けた。フェルギナンド・マルコス大統領の統治の下において新数奇教は帰せずして、 フィリピン全体の精神的指導者という役割を担っていくことになり、政治とも密接に関わることになった。長期にわたったマルコス政権が腐敗したことで汚職、不正行為が横行し、国民の不満は高まっていた。1983年には国民の間で広く人気があったベニグの秋の元上院議員がマニラ国際空港で暗殺され、 マルコスが黒幕であると噂された。マルコス政権崩壊の直接のきっかけとなったのは1986年の選挙でマルコスが優勢であるという発表がされたために国民の不満が爆発。国内は騒乱状態となり、いつ内戦になってもおかしくない状態となった。そんな中にあって、新数企教はフィリピンのカトリック教会の代表として人々に イエス・キリストと福音の精神に従うこと、運動の中で絶対に暴力を用いないよう訴えた。マルコス大統領とイメルダ夫人は、完全に国民感情が自分たちから離れていることに気づき、状況を打開するため、新数奇教に自分たちの側について国民を説得してくれるよう願った。数奇教はこれを提唱に拒否した上、大統領と夫人に対して、 マニラ市内に集まって、マルコス打倒を叫んでいた人々に対する武力行使を行わないよう願った。にもかかわらず、大統領は軍に対して、デモ制圧のための武力行使を許可した。戦車と兵士の一体がデモの大群衆と対峙した時、デモに参加した民衆はその場にひざまずいて、ロザリオの祈りを唱え、英語の成果を歌った。これを見た兵士たちは、 武力制圧の命令を拒否した。兵士たちの一部は逆に、デモ隊に加わりさえしている。新数気境はいつ流血が起きてもおかしくなかった。このような状況において、死者や負傷者が一人もいなかったことは奇跡、恵みであるとしている。ここに至って、マルコス大統領と、一族、側近たちは、国外亡命を余儀なくされ、ロナルド・レーマン大統領の圧戦によって、 ハワイのホノルルに逃れた。国民が主役の政変は成功し、この出来事は、ピープルズパワーあるいは、エドサ革命と呼ばれることになった。とは、民衆が集まって、行進を行ったマニラ市内の大通りの名称の略である。政変後のコラソン秋のフィデルラモス領大統領のもとで、新数帰京は、エドサ革命の立役者として称賛され、 大統領たちのアドバイザーであり続けた。2001年、当時のフィリピン大統領、ジョセフ・エストラーダへの国民の不満が再び高まった時、新数キ教は再び政変の中心人物となった。大統領の汚職が発覚して、人々が立ち上がった時、数キ教がこの運動を承認したため大統領は退陣に追い込まれ、副大統領のグロリア・アロヨが大統領の座についた。 数奇教は、秋野大統領、エストラダ大統領、アロヨ大統領の下で三度勲章を受けている。2003年9月15日、恒例の新数奇教は、マニラ大司教委を退き、ガウデンシオ・ボルボン・ロサレス大司教にその地位を譲った。2005年4月のコンクラーベは、病床にあったため参加できなかった。長年糖尿病によって、腎臓を患っていた。 新数期今は2005年6月21日にマニラのルフィのサントスメディカルセンターで死去。76歳であった。ありがとうございます。